さあ、ラスベガス競馬場に上がる大歓声。光に彩られた直線を駆け抜けて、世界最速の座につくのはどの馬か。ワールドブリーダーズカップスプリント12頭、スタートを切りました。5番、シャープウィングス。ダッシュがつきません。後ろに置かれました。果たして何が行くのでありましょうか。シャフツベリーアベニュー先頭、それから11番サイレントウィットネス、徐々に差を詰めます。そしてその後ろからヘイリスト、外を通って6番ゲイゲイラゲットプレン。さあ、まばゆい直線を駆け抜けて、世界最速を名乗るのはどの馬か。チャオチ直線伸びてくるのかどうか。シャフツベリーアベニューが抜け出した。外を通ってサイレントウィットネス。1番人気のチャオチはちょっと苦しいか。ここでは負けられない。チャオチ1着、7番チャオチ、ワールドブリーダーズカップ6勝目。